はい、長野県の白馬村で、普段滑ってます。妻の実家が岩岳にあるので、そこに移住して、そこでマウカアウトドアっていうアウトドアのカンパニーを立ち上げました。普段はゲレンデをメインに滑っているんですけど、バックカントリーのガイドもしつつ多くの人に利用してもらってます。はい、白馬エリアは、隣に小谷村、その隣に青町、ちょうど間に白馬村があって、両隣に合わせて10個のスキー場があって、後ろに北アルプスもあります。で、結構エリアが広くて、ゲレンデも広いし、バックカントリーエリアも広いので、活動の幅が相当あります。それがやっぱりライダー活動にもガイドするにもすごいいいエリアだと思っています。はい、今回チョイスしたのは、HPS オレンジベルトフィッシュ157を選びました。このボードは、ゲレンデでの、カービングはもうバッチリです。で、その中でももちろんゲレンデのクルージングだったりとか、端っこのパウダーもいいんですけど、やっぱり深い雪の中で の浮力がすごかったですね。で、やっぱりトップもかなり浮いてきますし、乗り味は最高ですね。シップスティックとの違いは、今までシップスティックはフルセットバックで乗ってて、それでカービングだったりとかパウダーでの性能を活かしてたんですね。すっごい乗りやすかったんですけど、それ以上にこのフィッシュがパウダーキャンバーになって、乗る位置が後ろになったんですよね。で、このセットアップ自体がフルセットバックにしなくてもいい位置に乗れるっていうので、このボードのスペックが今の僕のライディングにすごい合っていると思ってます。今まではシックスティックをメインに乗ってたんですけど、今年からはこのフィッシュがメインになるかなってぐらい決めてます。ここ最近はもうずっとハイランダー使ってます。やっぱりこの反応のいいところとシャドウフィット特有の可動域の広さ、あとはヒールカップが薄いことによってカービングした時にドラグしないっていうのが一番のポイントですね。はい、こっちのハイランダーの反応とボードのフレックスがバッチリ合っていて、今僕が滑るカービング性能にベストマッチです。僕が思うのは、ロアとアッパーの締め分けができるのがやっぱり一番で、その後にかかとのホールドですね。去年まで、ハイファイを気に入ってずっと使ってたんですけど、なくなってしまったので、今年はトレックを使ってます。結構バックカントリーに行くので、そのトレックの性能としてハイクモードっていうのがあって、それを選んでます。実際、使った感じ、ロワーをしっかり締めていればかかとのホールドが得られるので、実際アッパーをそんなに締めなくてもすごいホールドされています。それに加えてアッパーをそんなに締めないっていうことで、足首の可動もそれなりに得られて、ハイファイと同じぐらい気に入っています。ボードの話になっちゃうんですけど、今までサロモンからこういうフィッシュのようなアウトラインがなかったので、ずっとこういう板に乗りたいなと思ってたんですよ。それで実際このフィッシュに乗ってみたら、この形状が普段自分が滑ってるライディングスタイルにめちゃくちゃ合っていて、すごい乗りやすい、もう本当に最高です。